こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。今日はいきなりステーキが、ね、値上げしたらいきなり、えー、負けたと。業績悪化したというニュースを見て、まあ、日本市場はいかに安くいいものを買える市場か。別な言い方をすると、日本市場で、ねえー、物を高くって儲けるっていうのがいかに難しいか。まあ、それについての解説をしたいと思います。 いきなりステーキね。まあ、躍進を続けてきたはずなんですけど、2月の売り上げはなんと前年同月新25%減と。これ、資金繰りが悪い会社だったら倒産してもおかしくないぐらいの、業績悪化ですね。で、日本の未来を暗示してると。まあ、未来を暗示してるってもう現にそうなってるんですけど、もう、値上げは日本ではごはっとと。 何でも安くなきゃいけない一体。一旦値下げしちゃったものは上げらんないとかね。まあ、上げるとすぐね、えー、安いままで、えー、売ってるところに客が流れちゃうとか。まあ、本当に日本での商売はシビアだなと思います。まあ、ただ、おかげで、えー、値上げをしたら、ね、客が逃げちゃうということでね、もう本当に物価安いまま、30年前の物価と同じ価格でね、ほとんどのものが手に入ると。 いうありがたい市場なんでまあ日本で物を売って儲けましょうと言ったら日本は地獄なんですけどまあ日本でねもを仕入れて輸出しようということであれば日本は天国ということが言えますまあ仕入れ天国日本でねえ調達したものをオーストラリアに輸出するそして面倒なことは全部やってくれる Amazon オーストラリアで販売するというね副業を進めてますえ何それあの本当に儲かるのか ちょっと興味あるなという方はね、この動画の URL 欄にあるメールマガジン登録してください。無料でオーストラリアアマゾンの副業情報が届きます。ではご登録お待ちしてます。以上、副業サポーター、堀秀夫でした。